歌こそが世界を包む母の手と信じ、そして絶やすことなく歌い続けただが今は違う。この小さな世界は誰もが歌うことを忘れてしまう。失われてしまった古の言葉のように。そして歌を忘れた時、世界は神をも失うこととなった。大地も海も空も果てもない世界、ただ静かにそこにあるだけの世界。そんな世界に少年は生まれた。それは一人の歌う少女と出会うため。今はまだ誰かもわからない、そのただ一人のため。おい、アオト！てめえ、昼間っから何仕事サボってやがる！いって！何しやがる！って、親方！誰に口聞いてんだ、アオト！真っ昼間からいびきかいて昼寝してやる奴が、偉そう言うんじゃねえ！朝言いつけた獣医の補修はどうした？もうとっくに終わってるよ。なんだと？随分早いじゃねえか。俺だって飛び職になってもう5年だぜ。あんな仕事朝飯前には終わっちまうぜ。頼もしいこと言ってくれるじゃねえか。そんな頼もしいお前にさらに素晴らしい仕事をやろう。ね。というわけで、この間神わさびで土砂崩れがあった場所の補修を今から頼む。なんだよ、結局仕事の押し付けかよ。高いところは得意なんだろ。自分の家のすぐ前なんだからよ。ちゃっちゃと片付けてこい。それじゃ頼んだぞ。少し休んでから仕事に行くか。ここまでか。キラハさん、しっかりしてください。逃げろ。観念しな、ここで終わりだ。なんだ、やに外が騒がしいな。様子を見に行ってみるか。
何？あれはクラスタニア軍。誰か倒れてる。これはただごとじゃねえな。助けないと。待て！ああ、なんだてめえは。そりゃこっちのセリフだな。塔に住むお偉いクラスタニアの軍人様が、大河の里に何の用だ。てめえには関係ねえだろ。米粒みてえなガキが出しゃばってくるんじゃないよ。お前がデカすぎんだろうが。男はな、デカけりゃいいってもんじゃねえぞ。男だてめえ、目開いてんのか。あ、無垢で可憐なこの私のどこが男だってのさ。見たまんまだ。どっからどう見ても痛いけな乙女だろうが。男女が突っ込ませんな。そなたは一体。しがない一善良市民だよ。事情は知らねえが、この大河でクラスタニアの連中が好き勝手すんのは許せねえ。てなわけで勝手に手伝うぜ。助太刀感謝する。ついでに一つ頼まれてくれるか。ん？私はもう限界が近い。動ける間に敵を倒す。その後この子のことを頼みたい。この子誰だよそれ。すぐにわかる。お願いできるか。うん、よくわかんないけど任せろ。なにごちゃごちゃ言ってんだ。とっととかかってきな米粒男が。さあどっからでもかかってきな。こいつの強さはただのガキじゃねえのか。なんだよレーバーテイルも魔法なしじゃ大したことねえな。ぐう、調子に飲んじゃねえ。来やがれ、魔法でぶっ倒せるだ。ミュート様いけません。これ以上被害が拡大するとことが大きくなりすぎます。私に指図する気か。いかん、これ以上暴れられては板引くぞ。こら、お前ら離せ。腕を離さないか。なんだあいつ。あとはよろしく頼む。これは一体どうなってるんだ。おい、あんた生きてるか。名前は。私はキラハ。おい、しっかりしろ。すぐに医者を。私はもうダメだ。それより頼む、あの子を先を頼む。先
サキ、ここにいるこのことが。そう、サキは追われている。クラスタニア軍と軍に、なんで。そうだ、これを。このペンダント、俺が持っている親父の形見と同じもの。一体どうして。頼む、これを息子に渡してくれ。息子？息子って誰だ。おいおい、しっかりしろ。おい、死んでる。そう、一体どうしたら。大丈夫か？君は一体。あなたは。私、一体。何もわからないのか？キラハさん。キラハさん！いや、死んじゃ嫌です！お前、その人とは。この人は、サキをずっと守ってくれた人です。サキの恩人です。サキちゃん！早く逃げろ。クラスタニア軍がお前さんを探して村に。人が倒れてる。こいつはキラハさんじゃねえか。なんてこった、死んじまったのか。クラスタニア兵にやられたんだ。くそ、あいつらむちゃくちゃやりやがる。おっちゃん、この人のことは後は頼む。あ？行こう、この里から出るぞ。でも。いいから、俺はアオトだ。お前のことを頼まれた。アオト。急げ、今ならまだエアバスに乗れば遠くへ行ける。急いでバスターミナルへ。おかしいな。いつもなら定期のエアバスが来てる時間なのに。何してるの、アオト。タツミ。何その子、君の彼女。バカなわけねえだろ。俺もさっき会ったばっかだ。サキっていう子で、ちょっと訳ありなんだよ。元気ないね。大丈夫？さっき紹介するよ。こいつは辰巳だ。どうも。ちょっとした知り合いでな。 V ボードの武者修行で一月前からこの村に住んでんだ。そうなんですか。こんにちは。君たちエアバスを待ってるの？ああ、でもまだ来てないみたいだな。僕ずっとここで飛んでたけど、今日は一台も見てないよ。一台も？なんだ、
人身事故でもあったのか。さあ、僕は知らないけど。早くしてくれねえと追手が来ちまうじゃねえか。追手？君たち追われてるの？まあちょっとは厄介なことになってたな。厄介なこと？見つけたぞ、あの娘だ。来やがって。小僧、その娘こちらに渡してもらおうか。聞けねえ相談だな。何？お前らなんかに渡さねえっつってんだ。あ、青田さん。我らに逆らうとはな。力ずくでも渡してもらうぞ。虫みてえにわらわらと。手伝おうか。よくわからないけど、たった二人に大勢でっていうのは気に入らない。それに君にはいい V ボードスポットを教えてもらってるしね。よし、頼むぜ辰巳。行くよ。よし、やってやるぜ。スイッチ、よっと、スイッチ、よっと、それ、スイッチ。なかなかやるな小僧。ミュート様を退けただけのことはある。だがその勢いどこまで続くかな。いくらでもかかってこいってんだ。お前が暴れていることがこの村全体の連帯責任になると知っても同じことを言えるかな。どこまでも汚い奴らだぜ。それでも歯向かうというのならもはや手加減はしない。何？メカだと？今ならまだ助けてやろう。こいつの餌食になりたくなかったらさっさと引き渡せ。マオトさん。バカ野郎、女の子に頼りにされて逃げる男がいるか。ねえ、アオト、ここは。あの、さっきもお手伝いします。さっき、こう見えてもレイバテイルですから、きっとお役に立てます。なんだって、お前、レイバテイルだったのか。そりゃ好都合だ。期待してるよ、サキ。邪魔はさせないよ。スイッエインよっと、エインよっと、スイッエインよっと、ソメスイッスイッエインよっと、ソメエインよっと、ハッデラスイッハッデラエインスイッよっと、スイッハッエインよっと、スイッハッデラエインこの調子でいってくれ。よっと、スイッチ、大丈夫？スイッチ、この調子でいってください。よっと、それ、スイッチ、よっと、エイン、スイッチ、エイン、よっと、スイッチ、エイン、
アウト、また来るよ。くそ、キリがないぜ。数が違いすぎる。僕らは圧倒的に不利だ。アウトさん、夏美さん、ごめんなさい。アウトさん、夏美さん、さっきのためにこれ以上迷惑かけられません。サキがあの人たちを食い止めます。どうかその間に逃げてください。食い止めるってお前一人で無理に決まってんだろ。やれます。どうやって？お祈りします。お祈りだと？はい。サキ大丈夫だ。俺はこんな連中には。から離れた方がいい。早く。どうなってんだ。クラスタニア兵がケーキになったり、裸になったり。アウトさん、さっき気がついたか。さっき一体何を？覚えてないのか？謝ることでもないけどさ、俺お前に聞きたいことがあるんだよ。お前さ、俺と会った時変装とかしてたか？変装ですか？女剣士みたいな感じでさ、クラスタニア兵と戦ったりとか。ごめんなさい、よく意味がわかりません。そうだよな。考えてみれば、どう見てもサキとは別人だったし。じゃあさ、あのキラハって人、あの人はサキの何なんだ？キラハさんですか？覚えてないのか？ごめんなさい、わかりません。
ショックで一時的に記憶が飛んでしまってるのかもしれないね。そっか。ごめんなさい。じゃあさっきお祈りするとか言って裸になった子供。覚えてるのかよ。古すぎる。さきは他に何か覚えてることとかないの？覚えていること、さき子供たちのお世話をしていました。子供？そういう仕事をしてたの？どこで？オーガイ？それってどこにあるんだ？この近くだったら送っていってやるぜ。ごめんなさい、さっきどこにあるのか分かりません。そうか、参ったな。辰巳、オーガイって知ってるか？さあ、分からない。でも知っていそうな人なら心当たりがある。トコシエ水道って町に物知りのお医者さんがいるんだ。その先生ならオーガイのことも知ってるかも。それにその先生はレーバテイルのお医者さんなんだ。見てもらえば記憶を失ったこともなんとかしてもらえるかもしれない。おお、それはいいな。辰巳、意外と人脈が広いんだな。いや、そういうわけでもないけど、いろいろあって偶然知り合っただけだよ。サキはそれで大丈夫？はい、よろしくお願いします。それとあともう一つ聞きたいことがあるんだけど。はい、何でも聞いてください。サキは何か特別なレーバテイルなの？いくらレーバテイルでも人間をケーキにしてしまうようなものは見たことがない。よくわかりません。ただ昔から一生懸命お祈りすると神様が助けてくれるんです。神様？本気かよ。本当です。先には奇跡の力があるって昔言われたことがあります。奇跡の力。まあ神様が助けてくれているかは置いておいたとして、その奇跡が目の前で起きたことだけは紛れもない真実だよ。とにかくやっぱり一度トコシエ水道の先生にいろいろ聞いてみた方がいいかもしれない。そうと決まれば早速そのトコシエ水道へ行こうぜ。早くサキを家に送ってやらないとな。ございます。あの改めまして、サキって言います。よろしくお願いします。トコシエ水道までは結構かかる。今日はここで野宿して明日出発しよう。ね、そうだな。状況は把握しました。随分派手に暴れた割に成果はなしですか。申し訳ございません。村人の中にとんでもなく強い男がいまして、あれは人間の域を超えています。それがあなたの言い分ですか？あれだけの兵を預けておいたにもかかわらず、一人の男性にやられたことが撤退理由ですか？いや、それは、そのですね。あなたに与えた任務は、速やかに先を保護し、本国へ連れ帰ること。そうでしたね。特に、人死にを出すと面倒なことになるゆえ、誰も殺さないよう命じたはずです。あ、
私は。言い訳は無用です。二度の失敗は許されません。次で必ず任務を完了するように。次に先を確保できなければ、あなたをこの任務から外し一兵卒に降格します。私はしばらく外せない案件があり、当面本国クラスタニアから離れられません。その間に必ず先を確保しておくこと。はっ。あの米粒男、絶対に許さねえだよ。
ー